皆さんこんばんは。2023年1月2日月曜日の日刊生放送です。もう新年早々ライブですよ。あ、Y さんがポンとですね上げてくれて嬉しいですね。ありがとうございます。いやー、2023年一番最初の生放送が、日刊生放送が、あー、こういう形、まあ月曜日じゃないからね、もし1月1日にやってそこで始まったら、あのあれですけどね、まあいいですよなんかね、いやー、ちょっとその体調が悪かったりして出足が遅かったりしたんですよ。その体調が悪い話とかね、この生放送でやったって聞いてる側はつまんないし、私も申し訳ない話だから、他の話を一生懸命ね、考えるときはですね、何の話しようか。Y さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。シャローと年賀状を書きながら聞いております。おめでとうございます。ということでね、年賀状、そう、年賀状のシーズンですよね。年賀状についてはあの郵便局の切手ですよね。で、あのこのところ切手をたくさん使ったんですけど、1円切手に載ってる肖像っていうのが岩倉智美さんだったんですよね。ところがない、なんか最近1円切ってポスクマとかなんとかってねなんかそういうのが1円切ってなって、私は心ひそかに寂しいというかね、まあけしからんって思ってるわけですよ。っていうのが、その明治に、まあ、日本が開国してですね、その時にその教育事業とか鉄道事業とかですね、郵便事業っていうものがなかったら、まあ、近代国家ではありえないということで、まあ、郵便を展開するっていうことを、したわけですよ。その時にですね、あの司馬遼太郎さんが書いてたやつを今思い出してるんですけど、司馬遼太郎さんのこの国の形っていうエッセイ集、司馬遼太郎さんもすごいですよね。少しでもこう司馬遼太郎の潜みになって書きたいなとは思ってるんですけど、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしく。三浦さん自身の体に十分気をつけてくださいね。ありがとうございます。もうおっしゃる通りでございます。本当に気をつけていかないとね、いけないですね。で、その司馬遼太郎さんが絵解きして書いてるのは、日本で郵便事業っていう始まったのは、非常にこう江戸時代を通して公共心の強い層の人々がいて、その人々の協力によって郵便事業っていうのが始まったんだっていうお話なんですね。結局その町の村の庄屋だとか、それから町では庄屋とかなるしって言わないね。だけどそのまあ、例えば庄屋とか名主さんだったら武士ではないけども、まあ、何かことがあったら羽織袴を履いてですね、駆けつけるというようなね、公の仕事を持ってる人々っていう層がいたわけですよ。で、その一番最初に郵便事業を始めた時に岩倉智美だったのかな、もう一人ね、ちょっと名前がポポッと出てこないんですけど、その、いわゆる特定郵便局っていうのがあるじゃないですか。その駅前に立ってるような、まあ大阪駅とかね、東京駅の前に立ってる一番大きな郵便局っていうのがあるし、それぞれの町々にあるね、郵便局で、町の中でも私が住んでる市でも
まあ、大きい中央郵便局があり、そしてもっと散らばってる郵便局、それよりももっと小さなっていうか、隠したかどうかは知りませんけども、その民家の一角を改良して郵便局にしたね。お家の一部分が郵便局になってると。でそれは明治に郵便事業が始まって以来そうなわけですよね。うん、でそのそれはまあ新しくできた明治政府がそういう公共心の強い層の人々に話しかけて、これから日本、まあ、郵便事業というものを展開していきますけれども、ぜひあなた方の力を借りたいということでね、現在の特定郵便局につながっているの江戸時代以来の、まあ、大きなお家で、ぼやきの立場名主とか庄屋とかね、そういう層の人々にお願いをして、だからその建物はもともとあるわけじゃないですか、その人たちのお家がね、うん、だからその一部分を使うだけでいいと。それから柴良太郎さんの解説によると、そのわずかであるけれどもお礼を出したと。だからそういう層の人たちって公共心が厚いから、これは新しく発足した日本が近代国家としてやっていくためになくてはならない事業に協力していただくのである、ね、協力してるのであるという、 こう名分が立って、でわずかだけどもお礼をね、でそれを出すのに何円とかねではなくてね、石高で出したって言うんですよね。お米何石、何石もいかないか、何升で出したということは、すごいこの江戸時代から続いている自尊心っていうのかね、そういうものをくすぐられる国が、昔はあれ郵政省じゃなくて逓信省って言ったんですかね、郵便ポストの形、上あの二の字の下にグッと立て、あれカタカナの手なんですよね、逓信省で、今郵政省、うん、その逓信省、国の逓信省のお仕事をまあ手伝ってやってるんだというようなね、自負心ですよ。この日本の国を一緒に近代国家になっていく国を我々も盛り立てているんだということで、具体的な仕事としてその郵便局ですよね、自分の自宅の一角を事務所にして、その地域地域の、だから驚くほど早く郵人便事業を展開することができたっていうふうに司馬遼太さん書いててね、それを今思い出してるわけですね、うん、そういう人々の公共心、公に準じていくような気持ち、それから自尊心っていうことは当然ありますよね、うん、でそれに応えるのに、国としては、逓信省としてはささやかながらお礼を差し上げる。でそれを差し上げるときに、お金ではなくってですね、お金ではなくって、お米でね、だから江戸時代っていうのはずっとその俸禄というものは米だったわけですよね。殿様だったら何百石とかですね、でもっと旗本とか、だから殿さんに仕えてのね武士であってもお米でもらう。だから最後は貨幣経済になってきて、まあ、武士階級っていうのは大変なことになっちゃったわけですよね。やっぱり現金必要だからね。そうするとお米を売って現金に変えないといけないけども、なかなかお米は弱かった。だから相対的に武士っていうのは、だから初めは江戸時代始まった時っていうのは貨幣経済じゃなかったわけですよね、全般に。まあ豊臣秀吉とか織田信長っていうのは楽市楽座とかああいうものを作って貿易なんかも行って、そこから自分が富を手に入れる、それからその商売人も保護してですね、そういうふうに栄えていくというのをやったんだけど、
徳川家康はその選択をしないで、もう農本主義っていうかね、もう農業がお侍に続いて一番偉いと、ね、そして国の経済としても、まあ、農業っていうことで始まったわけですけど、やってるうちに、まあ、当然のことながら商業貨幣経済っていうのが発展してくる。そうすると農民の方もそこに巻き込まれざるを得ないというような形になっていった。でお侍たちも同じく、だから藩っていうのはたくさん石高もらってですね、まあ、そこから家来たちにやってなんだけど、石高って変わらなかったんでしょうね。最初に3万石とかって決まって、だんだん物価が上がってきたから、お宅3万石だったのを5万石に変更ねっていうことにやってくるってことは、周りの物価は上がってくるわけだから、自分が握ってるお金に換えられる米っていうのは変わらないんだから、今の日本みたいですよね。収入は減るのにみたいな、減るとあんまり増えないのにみたいなね。それでだからもう経済の方から見ても、徳川幕府反対勢っていうものがやっぱり崩れていく必然性があった。それはまあ司馬さんが言わなくてももう常識的な話ですけども、その俸禄というものを江戸時代を通してずっと お金ではなく米でもらって、ですから公の事業に積極的に協力する、ね、そういう公共心の高い層の人たちっていうのはそういう記憶というか、まだその雰囲気の中でどっぷり使ってるわけですから、新政府がその有限事業を自分たちが協力してる、それに対してお金ではなくね米で払って報いた。だからいろんなこの礼節みたいなのが伴うんじゃないですか、きっと。一年に一回ぐらい、そちらの筋から、お礼の役人かなんかが来てね、そちらのって明治だから言わないか。あなた方の日頃の授業に大変感謝しておりますっていうようなことをね、なんかさりげなく心をくすぐるような、そういう、で、六高は六高みたいに、お礼のお金、お礼はお米でくれる。だからすごく彼らは満足した。司馬遼太郎さんが書いてましたから、きっとそうなんでしょう。私もね、司馬さんみたいに私の専門分野について書いたら、あ、三浦さんが書いてるんだからきっと本当でしょと言ってもらえるような文章が書けたら一番いいなと思ってね、一生懸命書いてるわけですね。大平さんのために我々はもっと祈るべきだったっていう文章、ああいう立ち位置からの文章ってねないんですよね。ですが日本社会はクリスチャンの人は圧倒的少数派ですから、その多数派の側からこのキリスト教クリスチャンの内部ですよね、その心情の部分みたいなものをギュッと把握してっていうことはなかなかできにくいわけじゃないですか。でクリスチャンの側はどうもその公共性っていうことに対する意識とかそういうものがね低い。だからもう去年と同じ続きの話だからね、小僧今年、貫く棒のごときものっていうね、虚子か誰かの句がありましたけど、小僧去年ですね、今年貫く棒のごときものっていうことでね、所詮つながってるわけですよ。で我が家なんかは大掃除やったかって言ったらねなんで年が変わるかなって、大掃除しないといけないよというよりも、したいのは山々だけど掃除するのが下手なんですよみたいなね。だから昔の大掃除ピシッとやってっていう人たちはね偉かったと思いますよでもうちはなかなかそうもいかず、あんまりそういうこと気にしてたらね、だからまあいい言い方をしたらもう人と自分は比べないと、私は私、我が家は我が家ということでね、子供として貫く棒のごときものっ
で、去年の終わりの方は随分大平さんに関する話が出たんですけど、ついついその話が出てしまう。でクリスチャンの側から大平さんのことを書くっていうのもあんまりなかった。だから私が検証したところによると、クリスチャン新聞ね、大平さんが首相になった当時とか前後とかほとんど書いてないというのが実情であった。しかも私の批判ではね、新年早々批判もよくないですけど、まあ去年言ったのと同じことで、その大平さんの信仰の内容っていうのをよく知らなかったっていうか、知る努力もなく、でクリスチャンってだから大したもんですよ、大平さんってね、こんなクリスチャン少数派の国で自分はクリスチャンということを隠さないで首相にまでなった、ありえないことですよ。アメリカでね、クリスチャンが大統領になるとか、それは当たり前のことだけど、日本ではそういうことはもう逆立ちして歩いてるようなもんでね、めったに起こらない。しかも見識のあるね、そういう人としてなってくれたっていうことであるはずなのに、いや大平さんは自分はクリスチャンだとか言いながらね、まあその就任してすぐに伊勢神宮の参拝に行った。それに対して公開質問状っていうのを若手の牧師で出した人がいてね、そんな参拝行くなんて偶像礼拝なんだから、それを未信者の人が見たらつまずくだろうねだからそういうのをもう今後やらないっていうことを言うか、あるいは自分がクリスチャンだっていうことを言わないでほしい。でもその個人の人の意見はそれはそれでいいけど、問題はクリスチャン新聞ですよ。クリスチャン新聞がそれを活字にしちゃった。だからこれ大平さんの目に触れたらね、どれだけ傷ついただろうか、寂しい思いをしただろうか、すごいダメージだと思いますよ。大平さんっていうのはもうイエス様の十字架っていうことが世界の人類の救いでありね、そのイエス様の十字架ということがなかったらもう天下がきちっと治められるっていうことはありえないという、そういう信仰をピシッと持ってる人なのに、あなたは自分がクリスチャンなんて言われたら迷惑だから、クリスチャンって名乗るのをやめてほしいっていう、とんでもない記事を活字にしちゃったわけですよね、クリスチャン新聞ね。うん、だからその大平さんがどうしてそういう信仰を持ってるか、それは私の我々はもっと大平さんのために祈るべきだったっていう記事の中にピシッと検証して書きました、書きましたですから読んでください。もう重ねて話しませんけど、だからこういう話に入ってるから、もう第2部と第1部が あざなわれた綱のごとく一部二部合体になってると。ただ何年何月何日後っていうのが言えないから二部としては不十分なんですけど、もう路上ライブのことゆえね、お許しくださいませ本当に。そういうことでね、何が言いたかったんですか。岩倉智美さんの切手、一円切手がなくなってポスクマになった。でこれは日本の伝統っていうことから考えたらね、岩倉智美って一番最初に日本の、郵便事業、逓信事業ということをやったリーダーじゃないですか。だからもう基本の木ですよ、一円っていうことはね、日本の通貨の一番基礎の一円、その切手の肖像に岩倉智美を据えるっていうのは誠にふさわしいっていうかね、自分たちの大事な歴史、日本の歴史、そして日本の近代化の歴史ということが岩倉智美の顔に、私から言わせればね、込められてるわけだ。それが何、あのポスクマ君っていうどこから出てきたかわからないキャラクターに一円切手を担わせる、もうちょっと私なんかにはね、許しがたい暴挙、どっか他の国の陰謀じゃないのかということをね、言いたいぐらいの気持ちですよ。聞いてくださってる方の中でそういう気持ちをお持ちの方ね、きっといらっしゃると思いますよ。そうだそうだってね、そうなんですけど、一円切手ってなかなかね便利ですよね。昔はその
封筒に入れて出すのが一番提携で安いのが82円それから 50g まで92円であったのが84円94円となり、だから手元に昔の82円切って92円切ってがあったとしたら2円足さないといけないわけだ。だから2円切ってっていうのもあるわけですけど、1円切ってってのが一番使い手がいいですよね、うん、だからまあ自分の引き出し開けたらですね、岩倉朋美さんがガッとこう、あの岩倉朋美の顔ってあれお札なんかをデザインした人と同じような人が描いたのかな、なんかそんな感じの雰囲気ですよね。うん、であの切手ってあれ裏を舐めて、だったら衛生上どうなのかなっていうのはありますよね。で味がなんかね、今の切手と昔の切手と味が違う。あの朝日新聞の連載漫画でペースケっていうのがあって、うん、会社で、なんかジムの女の子が切って貼ってるとすごい透かした、あそうそう、みんなが話してるとワインかなんかの話をねしてるとすごい透かした、あよくモテる男性がですね、あ飲み比べをして、このワインはなんとかだ、このワインはなんとかだってすごいこうクールな知識をね引き出してね、さらにモテモテになると、それをペースケね、万年平社員のペースが横目で見てて、気に食わないと、それで切手の舐め比べをして、昔の切手と今の切手と、あ味わいが違うとか、古い方がコクがあるとか、なんかそんな感じの4コマ漫画ありましたけど、本当にこの生放送ってね、もう好きなこと喋ってますね。だから今日途中からご覧になった方のために言うと3分ほど遅刻だったんですよね。しかもこの路上ライブで、新年早々なんだ、私もねメンタル強くなりましたよ。昔だったらね、もうこんなんだったらもうなんか嫌になったからやめようとかってね、割とこういうつまらないことでやめちゃったりしたんですけど、私はもうメンタル強くなりましたよ。もうとにかくやればいいんだと、やったもん勝ちだと、やったから OK なんだ、ね、続けてやったから OK なんだ、ね、こぞこぞし貫く棒のごときものということで、あ年が2022年から2023年になったって言ったってね、貫く棒のごときものでね、生放送の棒をもう3年ぐらいやってるわけだから、そんなその大晦日超えてね新年になったからってね、こっちの方が強いわけだ新年になったからきちっとしないといけないね。そう、まあそうはあればいいですけども、今日はとてもそうできる事情でもなくですね、こうやってちゃんと新2023年の1月1日にまずやったということが素晴らしいじゃないですか。でそれは先週の土曜日から続けてね、月曜日から土曜日まで毎日午後6時ということでやってるという続きでできたということで、もうこれでほとんど十分でね、もうそれだけで 80% ぐらいクリアされてて、あとは岩倉朋美とかですね、特定郵便局が始まった時はその公共心の強い彼らへの お礼というものは米によってね、江戸時代の俸禄のように、そのように支払われていたというようなですね、話はまあ 20% ぐらい、まあ聞く人によってですね、興味とか関心とか知識とかね、そういうことになってこういう私のこうつらな話でも、あなんか役に立ったね、出会いっていうのがあるから、たまたま聞いた話がねとっても役に立つ話だったっていうことはね、まあたまにはあるかもしれないですね。だけどいつも聞いてくださる、特に生放送で聞いてくださる方々には、私はねもう頭の下がる思いしかないですよ。だって一日の時間の中の30分ってとってもとっても貴重なその方の時間なんですからね、それを割いて
聞いてくださってるっていうのはね、もうどんなにお礼を言ってもですね、もう一人お一人に太い米を入れてお礼で送らないといけないぐらい、ありがたい気持ちなんですね。生放送って、放送っていうのは先日もちょっと言いましたけど、結局まあ法律的にはこれ放送じゃなくて、まあ、通信っていうことになるんでしょうけど、あえて放送ってつけたっていうのはね、そのラジオつける時とかテレビつける時にね、テレビ局ラジオ局に電話して、あの今から聞きますけどよろしいでしょうかとかって別に断らなくっても、自分がつけたい時にパッとつけてね、つまんないなと思ったらパッと消すと、それが放送ですよ。ですから私の生放送もそういうものでね、三浦っていう人が日刊生放送なるものをやってたけどね、1年ぶりに聞いてみようね、そういう形で今日聞いてくださってる方があるかもしれませんけど、そしたらあ、やってる、まだやってるわ、ふふっていうぐらいの感じでしょうね。あーで聞いて、まあ面白いか面白くないかっていうのはね、もう私の腕を磨かないといけないわけですけど、もう今日なんかはね、とてもとてももううろ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 しながらね、とにかく話さないといけないっていうようなことでね、まあ話してそれでも結構役に立つ話じゃないかと思ってくれる方はね、なかなかのね人格者でしょうね。もういろんなところからこうアンテナをパッとこう張り巡らしてね、パッと必要な情報をキャッチして、きっとそういうお方様なのだと思います。ちょっと面白いと思ってくださる方がいたら、だから聞いてくれる人次第っていうところもねありますね。ああそういうことなんですね。で放送ですから、あ今から聞きますとかね、聞くのやめますとかもう断らないでも、あとにかくこの時間帯にやってたはずだから、あ自分の気分でパッとつけたら、あやっとったっていうね、そういうものですよ。でそのもうすぐね1000回になるんですね。1000回ですよ。で1月11日で1000回って言ってたんですけど、12日になるかもしれませんっていうのが、火曜日があの午後6時の生放送っていうのと午後7時の生放送っていうのがあるんですけども、その午後7時の方が微妙っていうかね、っていうのがお正月ですから、その二世帯住宅の親世帯、うち世帯が一緒に晩ご飯食べたりとか、その後ね、百人一首したり、トランプしたりとかですね、そういうタイムにまあなるわけですね。で、そういう中で、7時に、なんか急にね、やります。6時は死守してありますよ、明日も。何らかの形で、必ず明日の6時もあると。いう予告ですけども、7時の方はちょっともう新年に限ってお休みさせていただく。そうすると1日伸びちゃう。そうすると1月12日に1000回とかっていう風にねなる可能性が濃厚ですので、ちょっと言うのが遅いんですが、お含みおきいただければですね、大変ありがたいですね。で周りはだん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 こう暗くなってですね、後ろにこう漆黒の闇が映ってる。目の前はねお店なんですよ。あるお店のその駐車場に停めさせてもらってですねそういう感じでね、あれで車の暖房をガンガンかけて、だから電気自動車にみんな変えるって言ってるけど、寒いところに住んでる人なんてね、みんななんかだんだん理解が行き届いてくると、その雪の中で渋滞に巻き込まれて、そしたらどうすんだガソリン車だったらね、公のあれでガソリンをちょっとずつ配ってくれて補給して、で車のエンジンかけてね、暖房で温まることができると、電気自動車だったらそういうのはできないじゃないかね。いやー、その電気供給機みたいな あれで行くんですよ。1台に 何分かかるねっていう世界ですよね。ガソリンの方が本当いいじゃないかっていう話が、まあ、北国の方たちを中心に地元声を大きくして言わないといけないっていうことになってるようですけども、まあそういうところですね。今年も
もうこの話にね付き合っていただいてね、本当にもう恐縮、ありがたい、ありがとうございますとしか言いようがないですよ。ではね、お聞きになってるあなたに、天地を作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにお祈り申し上げつつ、2023年の一番最初、1月2日月曜日午後6時の日刊放送、3分遅刻して始まった、それをまあ終えたいと思います。コメント欄はだいたいここまで読んだんですよね。まだ読んでないコメントっていうのはないので、じゃあこれで失礼させていただきます。明日も火曜日午後6時からやりますので、よろしくお願いします。